この時間はゲストの方にお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんです。北原さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お電話でよろしくどうぞお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ちょっと300円以上安いところなんですがね、どうですか。そうですね、はい、先ほど倉沢社長もおっしゃってたように、うん、今日こうしっかり動いてくれれば月足のね、動きがこう変わる、転換になる可能性があるので、ちょっとそこは見守りたいんですけれども、はい、まあ、その転換、その潮目の変化ということをですね、うん、今日はお話ししていきたいと思います。はい、まあ、今日の下落はね、先週の反動もあると思うんですけれども、株価がこう安値をつけてから次の戻り高値をつけるまでのこの動きを見ると、うん、潮目がこう変わってきた可能性があるかなと。はいはいはい、でもちろん今のこの段階では確証はないんですけれども、うん、まあ、その可能性が出てきたということで、まあ、今週の動きというのは一つ注目ポイントかなというふうに思ってます。はいはい、まあ、月末月初とも、ね、なりますからね、今週は。といった意味でも注目していきたいところです。では資料1ページ目ご覧いただけますでしょうか。はい、開けました。はい、ありがとうございます。うん、日経平均株価の冷やしチャート、この直近の三角持ち合いのところ注目してください。うん、まあ、5月13日にこの下値の支持をこう下回りまして、うんうん、で、まあ、そこからの今戻り局面にあるわけなんですが、まだ確証はないんですが、この5月13日の安値は直近のこの調整局面のもうボトムとなった可能性はあるかなというふうに考えてます。はい、でもちろんその三角持ち合いのこの上値切り下げている、上値をまだ株価が抜いていないので、うん、上昇トレンド回帰に向かうとはまだそこまでは言い切れないんですが、うん、今回のこの株価の下落局面において、この株価の長期トレンドを見る200日線というのは、まだ上向きが続いてるんですよね。うんうん、でテクニカル的には、その200日線がこう上向いているときに株価がその水準まで下げても、株価の基調は変化してないということで、逆にそこは押し目ないと判断するんですよね。そうですね。はい。なので、まあ、直近の株価の動きを見ると、まあ、戻りから見ると、まあ、比較的底堅い展開が続いているので、まず一つその5月13日安値をもう目先の安値として判断してはどうかという、まあ、仮定のもとにちょっと今日この先見ていきたいと思います。はい、はい、で資料2ページ目ご覧いただきたいんですが、はいはい、ここから先はちょっと直近3ヶ月の動きで日米の比較をしていきたいと思います。うん、はい、まず日経平均とニューヨークダウ平均ですね。で日経平均はニューヨークダウのパフォーマンスに水をあけられるような形になっているわけですけれども、まあ、この要因の一つとしてやっぱりこう日銀のこの ETF 買い入れ方針の変更というのは少なからず影響しているかなというふうに思いますね。はい、まあ、買い入れをこうやめたわけではないんですが、日経平均型はこう見送るという形なので、やはりそこは少なからずインパクトがあったんだろうと思います。はい、であと日本はやはり何度もこの緊急事態宣言をしていますから、この日本の経済活動再開へのこの影響、この長引いていることがね、うん、やはりこう投資家にこう一つこう不安を与えている要因の一つかなというふうには思うんですけれども、うんうん、はい、ただこの日経平均とダウの比較だと国内225銘柄、アメリカ30銘柄の動きなんで全体を、ね、見ることができないので、次のページでトピックスと SP500 で見ていきたいと思います。はい、買いました。ありがとうございます。はい、でトピックスは直近まあまあ持ち直してきているような動きが見られます。うん、まあ、値動きとしてはS&P500 とほぼほぼこう連動はしているようなんですが、まあ、頭は重いですけど、まあ、安定的に推移しているというふうに見えなくもないかなというふうに思いますよね。うんうん、ですから、まあ、地合い全体は悪くない中、まあ、買い上がるだけのこう材料がこう不足している状態で、まあ、ちょうど今もう決算も終わりましたので、次のこう6月7月のこう半ばからこう
入ってくる企業のその決算に少しずつこう投資家の注目がシフトしていくタイミングなんだろうというふうに思います、うん、はい、はい、で、まあ、こうしてトピックスが上値を思いながらも比較的安定している動きが見られるのは資料4ページにもありますように、うん、あの小型株指数の検討というのはこうあるようですね、うん、なるほどね、まあ、トピックスの中は、まあ、中小型株は、まあ、あの比率としても結構ありますんで、うん、まあ、そういった値動きの軽さというのも、まあ、投資家からこう先行されているかもしれないんですけれども、うん、まあ、こういった銘柄がこう総崩れしていないというのもこうトピックスがこう比較的こう検討している、まあ、理由の一つなんだろうと思います、うん、はいはい、で、まあ、今後日本の株価指数の潮目の変化が起きているのかどうかというのを見たものが資料の5ページ目になります、はいはい、この数字は何ですか？99911、はい、はい、これ何かのなんか暗証番号のようですよね、これ実はですね、株価のこの下落局面から戻り高値をつけるまでの日数を数えたものなんですよ、うんうん、で過去3回は、9営業日9営業日9営業日ときまして、うん、直近先週の金曜日まで、まあ、11営業日あったんですが、まだその金曜日のこの株価が戻り高値かどうかは判断できないのでクエスチョンマークにしてます。なるほど、はい、でもしこれが今後またこう日数が増えていくようであれば、うん、やはりその反発力のこう勢力が拡大してきたということから、うん、こうなんていうんですかね、調整からこう一段上に目指す動きにこうなってきた可能性があると、うん、ただ、まあ、今回の動きはこう月末を、ね、月末の動きなんで、まあ、何とも言えないというのが悩ましいところなんですが、一つこの日数だけでカウントすると、まあ、若干ではありますが日にちが伸びてきたということは一つ注目で、うん、まあ、そういった意味も含めて今週の動き注目したいというふうに思っています。はい、さて、はい、はい、さて、っていう、こう戻りのこう局面にあるということを踏まえまして株式スクリーニングをやってみました、うん、で今回のスクリーニングの要件は200日線が下値の目安になっている、まあ、東証一部銘柄なんですよ、うん、で先ほども申し上げましたようにこの右のこうグラフを見ていただいてますでしょうか、はい、上向きの200日線に株価がこう接近して、でその後株価が反発していますので、うん、まあ、押し目買いの、まあ、タイミングの中に今はあると、うん、はい、で、まあ、そういった値動きをしている銘柄でなおかつ3月期の決算企業で今期の売上高の会社計画が終わった期よりも 3% 以上増えていて、まあ、時価総額も5000億円以上ある、まあ、東証一部銘柄で探してみました、はい、でこの結果を見ますと次資料7ページ目、うん、まあ、こういった、まあ、銘柄の例として、まあ、10銘柄ほど持って前持ってきました、うん、でこれ、まあ、売上高の条件を入れていますので、まあ、こういった銘柄になっていますけれども、うん、この業績の要件を排除して株価だけ動きだ値動きだけを見るとここにソニーとか任天堂も入ってくるんですね、うんうんうん、はい、なのでやっぱりこの先のこのやっぱりこう技術革新によるこう業績の拡大が期待されている銘柄と、あとはやはりそのアフターコロナでこうまたこう株価にこうプラスの影響が与えられてくるだろうといったその電鉄株とか、うん、そういった銘柄は比較的こう底堅い推移を示しているのかな、うん、こんな印象を受けますね。これ JR 3社が入ってますね。入ってるんですよ、うん、はい、で一瞬、ね、その株価が安値をつけたときに200日線をこう下回った銘柄もあるんですが、まあ、すぐにこう切り返しているものはここに載せてます。うーん、はい、で今日この中から一つキッコーマンをご紹介させていただきたいと思います、はいはい、資料8ページ目ですね、うん、でキッコーマン終わった期はですね、国内は減収減益だったんですが海外は増収増益だったんです、うん、はい、で日本と主力
の北米なんかはやはりその業務用の需要がこう縮小したんで苦戦はしたんですけれども、うん、でも実は欧州が検討したんですね。欧州で例えばドイツとかイギリスで家庭用の需要が伸びて、うん、そういったこともあって海外のこの増収増益に一つ貢献したというのがあるんです。でさらにこの第4四半期1、3月期だけ で見ると国内以外は海外すべて、第3四半期よりも売上高がこう伸びて終わった期を締めましたので、うん、今期に向けて、まあ、いいスタートが切れているな、そんな印象を受けた銘柄ですね。うん、で今期の業績計画 その会社が考える事業環境なんですけれども、まあ、ワクチン接種などの感染症対策が進むので、今後業務用の需要が、まあ、回復してくるという見立てをしています。うん、そうですね、でそうなると、はい、家庭内市場がその巣ごもり需要の反動源で減ってしまうんじゃないかという、まあ、懸念はあるんですが、そこをもう極力抑えつつ業務用の回復に、まあ、注力していくと。うん、で特にその欧州なんかは今家庭用の市場シェアが拡大しているので、うん、その成長を維持させながら業務用のこの需要回復を取り込んでいくということで、うん、こう業績計画のベースがこう一段上がった状態でのスタートなんですよね。うんうんうん、なんでまあ株価はそういうところがこう一つ底堅さとしてこう反応しているのかなというふうに思います。なるほど。はい、じゃあ最後株価見ていただきましょうか。うん、はいはい、2月に昨年来高値つけた後この4月矢印のところまでこう調整して一瞬200日線をこう下回ったんですが、うん、すぐ回復して今足元では、もう75日線もこう抜けてきています。うん、はい、まあ、ウィズコロナ銘柄でもありアフターコロナ銘柄としても ね、 あ、なるほどね、まあ、着目されている可能性もありますし、その海外の動向今成長途上にありますので、うん、まあ、そういったところが底堅い株価展開の要因になっているのかな、こんなふうに思いますね。もうすっかり海外でもねこのお醤油っていうのはもう定番になりましてね、キッコマン、ね、そうですよね。はい、本当海外で の、 そのブランド力というのはやはりこの企業の強みだと思いますんで、うん、海外市場の動向今期も見守っていきたいな、こんなふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。この時間は内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんにお話を伺いました。